ベルギーギーで公共吹奏楽団は、ベルギーの王立このエ部隊に所属する王立、このエ軍楽隊。ベルギーの初代国王レオポルド一世の私有楽団として、1832年8月16日に創設された。1929年にはアメリカに演奏旅行を行い、ホワイトハウスで、フーバー大統領に表敬演奏を行っている。現在は、 ベルギー国内の王立音楽院をプルミエプリで卒業した84名の演奏者で構成されている。軍楽隊としては、この吹奏楽団の他に22名編成のクレーロン個隊を有している。演奏更新等では、ドラムメジャーの指揮図は用いず、代わりにクレーロン個隊長の持つクレーロンで、各動作の指示を行う。これは当楽団がかつて基平軍楽隊として、 馬上で演奏していたことに由来を持つ。学長、副学長、クレーロン個体長を含め総員約110名の音楽家が軍楽隊に所属している。前述のクレーロン個体とともに、いわゆるフランス式の器楽編成を採用しており、きらびやかで壮大な音作りが特徴の一つとなっている。王室行事を中心とする公式行事での演奏だけでなく、 一般向けの演奏会や放送用録音も多く、言っており、ヨーロッパ各地のミリタリータトゥーの参加や、商業録音の演奏も数多く手掛けており、ルネガイ、デハスケ、ハファブラミュージック、東芝 EMI といったレーベルから、多数のレコードや CD がリリースされている。更新曲やクラシックのみならず、ベルギー国内外の近現代作曲家による、 吹奏楽作品の新規作品の演奏や録音も積極的に行い、その高い演奏技術とともに高く評価されている。ありがとうございます。